な建物が見えてまいります。長方形の形をしましてですね、赤い屋根、そして四隅に塔が立っている、非常に大きな建物がありますので分かりやすいかなという形なんですけれども、アルカサルと呼ばれております。13世紀にできた城塞という形なんですけれども、何回も何回も火災にあってという形なので、修復を繰り返してという形になりまして、で現在は特に要塞の必要はありませんから、博物館になっております。この先ですね、壁を切れますと左手の方に見えてくるかなという形ではありますけれども、また遠目からですね見ますから、見ていただけるんではないかなというところですが、今前にですねビサグラ門というまた、古い門も見えてきております。で左手の方ですね、カルロス5世の皇帝の紋章が入ってますのでね、これすなわちハプスブルク家の紋章という形になります。ちょっとガイドさんとお話を少々お待ちください。ハロー、おはようございます。 Ladies and gentlemen、Ladies and gentlemen, welcome in Toledo. My name is Angelo. I am local guide of Mickey Travel. We start now the visit. First, we are going to see a very nice panorama view. Welcome again. はい、じゃあですね、今日は、アンジェロさん、ちょうど私この前年末に会ったところだったんですけれども、まずはですね、先ほど少し、先に行くか後に行くかというお話をしました、展望台のところまで上がっていきたいと思います。上まで上がりますと全景をですね見ていただけますので、美しいタホ川と、それに囲まれた旧市街の全景をまず今から、ご覧いただこうと思います。そしてまたですねここに戻ってまいります。戻りまして今左側が旧市街、この後ですねこの中に入って歩いて、ご見学という形、右手は新市街という形になります。この旧市街の外側は新市街になっております。はい、で今からですねこの橋一つ渡りますが、その下に流れているのがタホ川でございます。タホ川ですね。でこれからまた上に行ってからも見えますけれども、まずはこの橋を渡ってまいります。今少しだけですねガイドさんとちょっと打ち合わせをしていたんですけれども、トレド非常にですね先ほど少しお話ししました、スペインに来る日が1日しかないなら必ずここへと言われております。で、初めてのお客様も多くなっております。
きっともしかしたら皆様もう二度とスペインに来ないかもしれないですし、もちろんですね、マドリッド、バルセロナは来やすいです。日本からもですね、国際線が到着できるような形、直行便はないですけれども、ですからバルセロナ、マドリッドあたりはですね、また来ようと思えば来れる。でもトレードは少し距離があります。70キロありますから、もう次来ないかもしれないという形なので、今ちょっとアンジェロさんにお願いをしまして、先ほどのですね、アンジェロさんが乗ってきた門の近くにエスカレーターがあるんですけれども、そこから街を見まして、カテドラル、サントトメ教会を見てですね、それから元の場所に帰るのではですね、私はもったいないと思いますので、エルグレコのお家もですね、サントトメ教会の近く、北方向とは反対方向になるんですけれども、せっかくですから時間のある限りご案内をさせていただこうと思います。そのエルクレコのお家を少し見て、エルクレコのお家も今は博物館になっている形なんですが、そこでせっかくですからね、お写真撮って、その先にですね、もう一つ別の橋がありますのでですね、その橋を渡ってまたバス降りたところと別のところからバスに乗るということでご案内をさせていただこうと思います。せっかくの街並み、少しでも、いろんなところを見ていただこうかなという形でご案内をしてまいります。ですから必ず皆様、遅れないようにですね、もちろん皆様が観光できるペースで、私昨日もそうですが歩いておりますのでですね、それより遅いというのは、ご自身が他のお客様よりも歩くのが遅いなという形でですね、今回の足の悪いお客様はいらっしゃいませんのでですね、そういう意味でも、ご自身でですね、お気づきになっていただきまして、ご自身でちょっと遅れてるかなと思われたらですね、早め早めにお写真撮ってですね、前の方に来ていただきながら、前の方にいらっしゃればですね、多少写真を撮って遅れてもそんなに遅れることはないんです。後ろの方におりましてですね、お写真を撮っていただいてるとどんどんと、遅れが取り戻せなくなってまいりますから、それだけお気をつけてお願いをいたします。で、ちゃんとこの後バスを止めますからですね、ご安心ください。今左側に見えてきております。左側にですね、旧市街の街並みが見えてきております。で、先ほどお話ししましたアルカサルもですね、今きれいに見えてると思いますけれども、この後ですね、一番写真が撮りやすいところで、今左手前方4隅にですね、ちょこんとこう山のようにお屋根があるのがアルカサル、現在の博物館。アルカサルから手前に見えてきているもう一つ大きな建物、あれがカテドラルでございます。カテドラル、今日はあそこまで歩いていきますのでですね、結構距離があるの皆様ご覧いただけてると思います。そして結構下から上までのですね、それだけの勾配があるのも見ていただけると思います。下を流れているのがタホ川、タホ川でございます。こっちの岩がすごい。しかしこんなとこいいな、よう町ができるもんよ。本当だね、これが首都だった。この辺では、この辺ではな。ではこの後ですね、バス止めて降りていただいて、町の全景お写真撮っていただきます。写真はですね、また皆様で撮り合っていただいて、で撮り終わったらまたバスに戻っていただいて、この後すぐにまた降りましてですね、町の中に参ります。はい、今非常にですね、街に日が当たってて、写真タイムにも時間がいい形でございますから、降りてお写真撮ってすぐまたバス